はいどうも、お疲れ様です。2月になりました。今日は1日なんで、えー、ちょっとね、月足の方から見ていくことになると思います。時間は6時9分でございます。え月足を見ていただくとね、大きな下落の圧力が2ヶ月連続でこういう風うに襲ってきているのがわかります。ところが、3ヶ月目の今回なんですけども、これ見てください。上下に長い髭を出して実体は短いですよね。 これは急速に上昇圧力がかかってきて迷いが生じてるっていうふうに分解できます当然上髭も長いんで下下げ圧力もまだありますけどもねせめぎ合ってるところかなっていうところですよねじゃあこれを周足に今度分解してみますけども周足は複雑な形になっていることが考えられます、えー、ご覧のようにですねあの上昇する3週間と上から下に押さえつけられている そういういうなあ1週間ですねこの1週間の強い陰線とそこそこ大きい2週間目3週間目4週間目この4本の線が複雑な状況を示していると言えますけどもじゃあこれはねこれからどうなることを示しているのかってことですがこれね全体の下下げ圧力にあの対抗して横ばいに向かってるんではないかなっていうふうに解釈することができます。はい、横ばいの まずは勢力が出ててきたよってことなんですけども横ばいいの次ははねままた上昇すすするるもしくは下落するっていう選択がありますさあどうでしょうかチャンネルラインを散々パらこれ引いてきましたけどもこういうふうになってね下落が始まるはずだったんですけども下落が始まらずにでもブレイクして上の方にポーンと抜けてるわけじゃないんですよこれはフェーズが変わって横ばいになってきたってことなんですよねこれ4時間で見るとよくわかると思いますよ はい、4時間で見てください。横ばいの方になってきたでしょまずは大きな横ばいがこういう風に引けて、その中で小さな横ばいがこう引けて、さらにこういう風な横ばいがあります。で、ちっちゃい、えー、レベルで申し上げますと、この下のね、家庭の方がどん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 上の方にせり上がってきてるでしょで、上底の方は、まあ、ほぼ変わらないって言っても結構変わりますけども、下の、 幅に比べては上の幅っていうのはちっちゃく推移してるんですよ。で、これは何かっていうと、下から上に行く力は強いんだけども、上から下に行く力はそれほど強くないですよっていう風な、こういう風なパワーバランスを示してます。ですから上に抜ける可能性が強いですよね。横ばいから、もしかしたら円安方面、上昇の方に向かうかもしれないなってことが、これで見て取れるわけなんですよ。じゃあ、次は、1時間です。1時間。 そういうことでオリガルヒの皆様にお知らせしましたけどもあの定定はすぐ決まったんですよここねここを結んでこの価格ですよっていう130円の547あたりっていうのはすぐ決まったんですよで迷うべきはこう反対側なんですよね上定過程の過程の方なんですよこっちの方がねどこに引くべきかなと思ったんですけども決まりました数時間前にここです ここに家庭を引いて横に伸ばしていく。ヒゲもありますし、切り板で決めていこうと思います。129円の810。ね。129円の810。えっ、ー、とね。これで2月1日、2月2日、2月3日は見ていこうかと思いますね。うん、で、それまでいろいろとね、フェーズはこうやって変わってきましたけども、家庭は。ここに落ち着いたってことでしょ。うん、で、今、ちょっとね、似たような陰線陽線がここ並んでますんで。 まあ真ん中ぐらいで安定して2月はスタートしたかなってことこですただしやっぱり月初月末なんで用事にするところはありますまた今週の金曜日は早速材料来ますからね深夜22時あたりからポジションを外すようにしていきましょうまあそれが今日お話したいことです FX オリガルヒの皆様と即可塾限定動画でご覧の皆様にお届けしましたそれでは FX オリガルヒの皆様は追加放送をお待ちください